はい、行きましょう。ガッチエリア、モンガラキャンプ場。今回バレルスピナー使います。よし、スプラッシュシールドをね、うまいこと使って、トルネードで強引に相手チームのカウントをストップできればありがたいなという感じですね。よいしょ。待てよ。危ないよ。あ、間違えた。間違えたし。ちょっと待ってよ。もうちょっと前に。うわ、待て。横から、前から来たか。なかなか使えてねえなぁ。どうしようかなぁ。わあ、早い。やっぱ速さって大事だな。今回ね、インク効率とかをメインにつけたんよ。インクをこう補充するのが早いとかさ。マジかよ。危ない、危ないっす。危な、うわぁ、うわぁ、変なとこから投げてくんなぁ。横から攻めてみようか。攻めたらどうなるかな。ちょっと遅いなぁ。おい、速さいるなぁ。なんじゃ言うてなぁ。いるわ。よいしょい。おお、怖い怖い怖い。あぶね。わ、釣られて後ろ下がってしまう。いいとこないぞ。あ、やばい。飛べねえ、あっちには。こっちから行ってみようか。やばい。見つからない。行っちゃうか。よいしょ。これで強引に若干ね、若干を抜くことができる。おおおおお、あぶねえ。よう、すげえコントロールだな。あんまり危ないことは。うわ、壊されるのも、スプラッシュボム当たると早いな。そうなのか。あ、ちょっと。よいしょ。どうなってる？こっちやばいか？同時に来るんだけど。
お、俺ら勝ってんのか今。止められなければ。ナイス。おお。あー、でもスプラッシュシールド、ちょっと使いこなせんな。まあ、練習しようか。ちょっと早く動ける方がメリット大きいかもな。なるほど。ちょっとギア見直してみようかな。早く動きたいな。やっぱもう一回慣れてしまうと、なかなかいいギアだと思うんだけどね。インク効率めっちゃついとる。ちょっともうちょい考えようか。もうちょい早く動きたいかな。スプラッシュシールド使うけどもこれあった方がいいかな。攻撃力。で、靴を見直そうか。なんかいいのないかな。歩くのが早い方がいいけ。これ。ちょっと一段階これで試してみようか。インク効率と、あ、インク吸うのもでも大事なんよな。吸うやつなんかいいのあったっけ。いや、まあ、いいか。これで一回行ってみよう。これでまたもう明らかに吸う力がいるなーって思ったら、またその時考えよう。いや、ギアを微調整していくっていうのもまた楽しいよね。この武器とさ、ステージに応じてね。で、結構、新しい武器使い出したら、今まで全く使ってなかったギアとかが意外と良かったりね。意外と良かったりすることあるよね。あんまり速さとかどうでも良かったんだけどさ、一回速いのを体感すると、やっぱ戦いやすい。違いに気づいたらやばいね、やっぱね。それじゃないともうなんか嫌になるね。よっしゃ、行っちゃいましょう。まず塗ろう。大丈夫か。よしよしよし。上は持ってかれたが、もう悪くない。おっと、こんなとこから代わりに誰かおるっけ。そこに飛んじゃおう。こっちから来てるような気がするんだよな。さあ、危ない。ちょうどよかった。あ、待て待て待て。くっそ。もう、またかよ。何気に。よいしょ。おっと。止めろ止めろ。引きずり下ろす。やばい。あ、落ちた。かあ。やばいやばい。あ、やばい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 。うわ、なんかこいつなぁ、止まりそう。よいしょ。一発落として。あ、ちょ、ずれた。ずれたわ。あー、当たったかー。やーっぱしょうもないっつ。恥ずかしい。よいしょ。あー、やばい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 。おー、パスっつった。
そうですか。難しいな。思いのほか難しいな。でもあれだな、立つ場所、何一番高いとこよりも、段々になってるとこの方が良さそうだったね。全体も見えるし、塗りやすいし。気づかんかったわ。あ、ここが一番いいような気がしとったけど。なるほど。よし、終わろう。ありがとうございます。